生きている間にはいろんなことを思ったり考えたり、嬉しいことも嫌なことも、忘れたいことも忘れたくないこともあるけれど、死んだら灰になる。みんな同じだ。強者が勝ち、弱者は滅びる。この世のすべてにおいて、光が当たるところには必ず影がある。勝者という概念がある以上、敗者は同じくして存在する。これらは因果関係にあり、切り離すことができる。この世のすべての不利益は当人の能力不足。傷つけるより傷つけられる方を選ぶんでしょう。あなたはそうやって自分を責めて、責め続けて、責め続けるだけで何も変わらない。それは優しさじゃない、ただ弱いだけ。どうして最後までろくでもない口喧嘩しかできなかったんだ。お母さんはいない、どこにもいない。一番わかってるんだ。俺じゃ B 級で通用しない。自分が弱いってことはちゃんとわかってるんだ。俺がお前に勝てないなんてことは、俺が一番よくわかってるんだよ。死ぬ覚悟ができたのか、それともただ諦めただけ。今さらてめえの強さなんかいくら見たって変わりゃせねえんだよ。君の正義がどれだけ正しかろう、弱ければ何もできない。流血は流血を、憎悪は憎悪を呼び、膨れ上がったエネルギーはこの地に流し、血の海を刻む。何度繰り返しても学ぶことを知らない。人間は愚かで悲しい生き物だわ。これまで神様が助けてくれるとでも言うのか。目の前で人が死にそうな時に武器がないからって逃げろというのか。俺はもう逃げられない。決まったね。こんな状況覆してやる。何も捨てることができない人も何も変えることはできない。化け物を忍ぶために必要なら人間性さえして、それができる者が勝つ。そう、世界は残酷なんだ。そのためなら命なんか惜しくない。どれだけ世界が恐ろしくても関係ない。どれだけ世界が残酷でも関係ない。俺たちは誰を守ってるんだ。俺は誰のために戦えばいい。何のために。こんなところでいいんだけ。平気で人を殺すお前みたいな奴に。